こんにちは、ねずこ改めマーチリンです。イエーイ。今日は大人気テレビアニメ鬼滅の刃のかまどねずこの、タクコスを今しております。前にパラパラをみんなで踊ったんですよ。ねずこの格好をして黒ギャルが、その時は髪の毛がピンク色でギャルメイクのまんまかまどねずこのコスプレをしてパラパラ踊ったんだけど、せっかくだから完璧なカンコスをしております。なんかね、一応趣味がコスプレだったからいっぱいコスプレ道具持ってて、こんぐらいでっかい段ボールの中に衣装がぎっしぎしに詰まってるんだけど、なんか最近はですね、あんまりコスプレしなくなった。前は髪の毛の色を原色にしてるときに、その原色の色の頭のままできるコスプレをすごい、探してて、髪の毛が緑色だったら緑色のキャラクターのコスプレ、青いときは青いキャラクターのコスプレを、なんかウィッグっていう偽物じゃなくて地毛でコスプレしたかったんだよね。だからそういう色に染めてるときに、なんかあ、この緑色の髪の毛は1ヶ月しかないから1ヶ月間でこのキャラとあのキャラとあのキャラやるぞみたいな感じで、なんか張り切ってコスプレをしてる時期もありました。はい、というわけで黒ギャル流のかまどねずこコスプレメイクをご紹介いたします。カラコンはロデオのピンキーデビルウルトラビッグピンクです。 14.8mm です。まずはこちらブリーブリーの BB クリームを塗っていきます。試供品です。ファンデーションもブリーブリーの試供品でロングラッシングナチュラルを塗っていきます。いつも使ってるファンデと違ってめっちゃ真っ白、カバー力良さげです。こんな感じです。お肌の最後はこちらカネボウのラブーシュカフィニッシュパウダーです。白く整えます。続いてはアイメイクに取り掛かります。 MAC のミネラライズアイシャドウピンクセンシビリティーズ、一番黒いシャドウをまぶたの二重のラインに沿って塗っていきます。 D アップのつけまのりで二重を整えます。ここからはねずこの画像を見ながら参考にしてメイク進めていきます。眉毛はこちらファシオのパウダーアイブロウペンシル BR300 です。左右対称の困り眉になるように何回も調節します。アイライナーはケイトスーパーシャープライナーの漆黒ブラック、垂れ目になるように下に長めに引きます。黒目の横あたりからラインつなげて三角ゾーン作る。左右対称になるようにバランスを整えます。こちらはジェルスチアートのジェリーアイカラー02番です。ラインの下に塗って涙袋を作るよ。こんな感じ。涙袋をさらに目立たせたいのと、ねずこちゃんのピンクカラーを意識してさっき使ったアイシャドウのピンク色をさらに上塗りします。キャンメイクアイブロウペンシルの01ウォータープルーフ、下に影を描いてさらに涙袋を分かりやすくしていきます。キャンメイクカラースティックモイストラスティングカバー、こちらの一番白い色で鼻筋を作っていきます。鼻の真ん中にまっすぐ白い線が引けたら、あとは指でぼかしてなじませます。こちらはケイトのパウダーファンデーション05番小麦色、一番暗い色です。ほっぺに塗ってシェーディングとして使います。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D ってやつを使って鼻の横に影を作っていきます。これは眉毛描くようなやつなんですけど、鼻の影作るのにいつも使ってます。濃くなるように左右対称になるように何回も重ね塗りをします。いよいよ終盤、キャンメイクのクリームチーク、むちゃくちゃピンク色、唇にも塗ります。クリームチークはチークとリップどっちにも使えるから便利。ねずこがピンクのイメージ強いんで、メイクもピンク色を強めにつけてきます。最後にこちら、ラシャスリップスのベールピンク系リップグロスですね。塗ったら完成です。皆さんぜひぜひこの機会にやってみてください。というわけで、かまどねずこ改めマーチリンでした。イエーイ。この動画がいいと思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。みんなもコスプレやってみよう。